こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルの店長の真室みどりです。今回のテーマはシンプルで簡単なのに華やかな寄せ植えです。お花が大好きな方は華やかな空間をパッと演出したいなっていつも考えてるんじゃないかなと思います。その中で寄せ植えとか素敵な鉢を置きたいとかいろいろとご要望あると思うんですが、寄せ植えも難しくて作れないとか時間がかかってしまうっていうお悩みもあると思います。なので今回は簡単にできる素敵な寄せ植えを作っていきたいと思います。作り方にも一つポイントがあります。シンプルに楽しむために、そして華やかに楽しむためにやることがいくつかあります。これもとても簡単なものなんですが、ついに私が監修した肥料が登場します。こちらも花のためにぜひ使っていただきたいものになりますので、この辺ご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信しています。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。寄せ植えを作る選ぶお花なんですが、今は2月下旬頃の季節になりますが、選ぶポイントとしてはその季節の旬なお花を選ぶっていうことがポイントになります。やはりその季節にたくさん咲いてくれるっていうところもあるので、また旬のお花を選びましょう。そしてこのお花って丈夫ですよとかっていう品種のものがあったりしますので、同じお花でもそういった品種を選ぶととても扱いやすくなります。まずメインになるこちらのお花はディアスシアというお花です。でこちらはディアスシアのダーラシリーズの中からアップルブロッサムという可愛らしい色合いのものを選んでいます。こちらディアスシアの中ではとても丈夫なものです。この春早春から咲き始めて夏をうまく越すとまた秋にも咲いてくれるっていうような感じで、長く楽しめるお花の一つです。分枝といって枝がたくさん出るので、その分お花もしっかりと咲いてきます。4月5月頃まで咲き乱れるというような感じで、一つお庭にあるとラブリーな感じになります。特徴としてはこちらあまりジメジメとした環境を好みません。逆に言うと乾燥に若干強かったりもするので、比較的扱いやすい植物になります。つぼみが可愛いですね。1週間もすれば満開な感じです。今回はこちらの2株ディアスシアダーラに真ん中に副素材を添えて寄せ植えをしていくというシンプルな植え方になりますが、それに適しているものは横に広がるとか、あとしだれるようなものがいいと思います。お花が咲くものから葉っぱのものまで紹介したいと思います。まずはこちらブラキカムブラスコバイオレットです。こちらも四季咲き性があって、お花が次から次へと終わってもまたもう一度咲いてくるっていうね、繰り返し咲く性質があるので、ダーラともディアスシアともとても相性がいいかなと思います。そしてこちらエロデュームです。可愛いお花が咲いていますけれども、こちらもジメジメとした環境があまり好きではないので、そういった面ではディアスシアとも、よく合うっていうところ、あとお花の色合いもすごく似ているので寄せ植えに奥行き感が出たりするのにいいかなと思います。でこちらの場合は根を崩さないようにして植えてあげるのがポイントになります。そしてお花、こちらはブラキカムホワイティです。白の何とも言えない、これ人気のお花になりますけれども、真っ白な、ね、感じの花びらがもうどんなお花にも合わせやすいかなと思います。そしてこちらカラーリーフに行きたいと思います。こちらはラミウムになります。でこちらはちょっと葉っぱの小さいタイプのベリーペリーという種類です。ラミウムはいろいろな環境に馴染みやすいので、副素材として使いやすいカラーリーフの一つです。そしてこちらは金魚草アールグレーです。多肉質の葉っぱがありますけれども、こちらは白っぽいお花が咲いてきます。花びらはちょっとパールがかったような感じで、ディアスシアの、ね、お花とよく合うかなと思います。こちらも乾燥には強いタイプのお花になるので相性がいいと思います。そして金魚草なので、なるべく根を崩さないように植えるのがポイントになります。今回使う鉢はじゃん、ブリキのピンクの鉢になります。ブリキでねちょっとカジュアルな感じも出ますけれども、比較的いろいろな場所で合わせやすいんじゃないかなと思います。でピンクのお花なので、あえてピンクでちょっと可愛らしさっていうのをね出したら素敵かなと思います。ディアスシアのダーラは優しいピンクなので、ピンクにしなくても薄い水色とかベージュとかっていうようなパステルカラーの色とかで、この春はとても合わせやすいピンクになると思いますが、私は今回ピンクでいきたいと思います。容器の大きさですが、幅が26センチ、奥行きが17センチ、深さが19センチぐらい、そのぐらいの容量のもので、比較的しっかりと土が入る大きさかなと思います。水抜け穴はちゃんと開いておりますが、インナートレイといって容器がね錆びないような感じで入っている場合もありますので、こちらは下に穴を開けたいと思います。そして水はけを良くするための鉢底石は必ず入れたいと思います。ここに穴を開けますけど、そんなに厚いトレイではペラペラしているので、こういった少し先が尖ったものでグリグリグリと
こんな風に開けました。そしたら土を入れていきます。土はもちろん緑の土を使います。ない方は赤玉の小粒を 2,3 割混ぜた土が、ね、適当でいいかなと思います。緑の土はもう失敗しにくいにこだわって水はけと水持ちがいい環境になっているっていうのと、高濃度フルボ酸が規定量の 1.5 倍入っていて根腐れしづらいいい土の環境になっています。土は半分ぐらいとりあえず入れておきます。植える時のポイントは株元の高さがバラバラにならないように同じ高さに全部が植えられるようにしていきます。土を半分ぐらい入れました。ここで肥料を入れていきますが、これは元肥で必ず入れてほしいものになります。こちら私が監修して作った緑の肥料です。お花とか寄せ植えとか鉢植えのお花、そして花壇などに使えるお花を咲かせる植物のための肥料になります。これはもう緑のシリーズっていうところで失敗しにくいにこだわったという視点で作らせていただきました。多すぎる必要もないし植物が綺麗に楽しめる、そんな肥料になります。で使う分量っていうのは他で使っている肥料の感じと大体一緒になりますが、しっかりと一つまみ半ぐらいですね。5本指でしっかりなので、7号鉢の肥料でだいたい 9g から 10g っていうところの、はい、肥料が入っています。ちなみにですけど今の量というのは小さじ山盛り2杯ぐらいの量になります。この元肥として入れる肥料っていうのはまずバランスがいいということ、そして微量要素が入っているっていうところ、あと元肥なのでゆっくりと長く効くっていうのがポイントになります。緑の肥料は緩効性の化成肥料に入りますのでゆっくりと長く3ヶ月効くタイプになります。ある意味3ヶ月できっちりと切れてくれるので使い切ることができるっていう、土のためにも優しい肥料になります。そしたら植え付けていきたいと思います。エロデウマ根を崩さず植えていきます。まずはディアスシアダーラ、肩の土をね取ります。今日はねゆったりと植えられるのでそんなに必要がなければ根も軽くほぐす程度で大丈夫です。手で少し刺激を与える程度で大丈夫だと思います。もしぐるぐるっと回っているようであれば根かき棒などで丁寧に下の方をほぐします。ディアスシアは放射状に綺麗にうわっと伸びてくれるので麦というのはそんなに気にせずに、お花が今咲いているのをちょっと真ん中に持ってくるような感じですかね。こちらも同じように、2つの株の手前にエロディウムが入ります。すごい太い根っこがありますね。これはもう本当に触らないように丁寧に扱いますが、もうほぼほぼ根はこのまま触らなくて大丈夫です。肩の土だけ落としておきます。このエロディウムね、結構お庭に植えといても宿根草的な感じで楽しんでる方もいます。エロディウムは手前なのでちょっと傾斜をつけておきます。手前にお花がよく見えるような感じで傾斜をつけますが、ちょっと黄色くなってる葉っぱがあったのでこれ取っておきます。ちょっと下が低いのでもうちょっと下に足しておきます。エロディウムを置いたら3個のお花がバランスよくこの器の中にちょっと上の方から見たりして整えてみましょう。入れられたので土を足していきます。土は株と株の間に隙間がないように入れていきます。押し込むという意味ではなくて隙間ができないように丁寧にまんべんなく入れ込むっていうのがポイントです。完成しました。ピンクの色合い違いで深みのある素敵な一鉢ができたと思います。管理方法ですが、日がよく当たるところに置いてください。そして作った後は圧力液の入ったお水でたっぷりとあげてください。次からの水は土の表面がしっかりと乾いてからまたあげるというメリハリのあるお水のあげ方を気をつけてみてください。そしてお花ですが、こまめに花がら摘みをするというよりかは一回もう暴れるようにわっと咲かせてしまった方がヤスシアダーラはとても綺麗なので、下に落ちた花びらを掃除するっていうようなぐらいでやってみてください。そして花がいよいよと咲き終わってくる5月以降ぐらいに半分より下ぐらいでバサッと切っておくと次のシーズンまたお花が楽しむことができます。今回はシンプルなのに簡単で華やかな寄せ植えというテーマでしたけれども、それを楽しむためにやはりお花選び、そして植え方、そしてしっかりと元肥を入れてお花のパフォーマンスを思う存分に発揮させてあげるっていうのが重要になってきます。私が監修したこの緑の肥料は特に微量要素、マンガンとかホウ素、そしてマグネシウムなどを規定よりもちょっと多めに入っているというところで光合成を助けたりとか、何よりこちらアミノ酸が
入っております。アミノ酸は植物が作り出して栄養素にしてきたりもするんですけど、それを先に加えていくことで植物が負担なくしっかりと育ってくれます。そして医療要素を最初に入れていくっていうところで、植物がこれから大きくなっていくスタートアップのとても力になる肥料という、そんな配合になっています。そして微量要素はいろいろな働きがあるんですけれども、品種によってはお花の花色とか葉っぱの色ツヤっていうのをしっかりと出させたりとかっていう働きもあります。そしてこちらの肥料は元肥専用でもないんですけれども、元肥として使うのがとても効果的なので、土に混ぜてしっかりと使っていただくことをお勧めしたいです。そして追肥として後から付け足したいっていう方は、同じぐらいの量を均等に撒くような、少し土に混ぜるような感じで上に撒いていただくといいかなと思います。そしてこちらの肥料成分なんですが、 NPK といって窒素リン酸カリというのは、 N は葉っぱとか茎を育てる成分、そしてリン酸はお花を咲かせる成分、そしてカリは根をしっかりとさせる成分。この NPK というのが7、13、10っていうところで、お花が咲かせる成分を多めにしてお咲かせるっていうところと、比較的多めに根のためにもいい成分っていうところで取ってあるので、今まで株の調子を崩してなんかわからないけどダメにしてしまったかなっていう経験のある方は一度試してみてください。いかがでしたでしょうか。今回の寄せ植えはとても可愛らしくて、そして簡単に作れると思いますので、ぜひ作ってみてください。そして今回ご紹介したこの緑の肥料は予約販売が始まります。そして店頭での販売は3月に入ってからという形になりますので、ぜひお楽しみにしていてください。そして緑の土もとてもご好評いただきまして本当にありがとうございます。同じように概要欄からリンクがありますので進んでみてください。概要欄は動画のタイトルをタップしていただくと進むことができます。そしてこちら緑の肥料は Amazon でも販売が予定されてますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして動画を見る際にはベルマークをオンにしていただくと旬な情報をゲットできます。そしてサニベルではインスタグラムをやっています。特にお店に入ってくる旬な入荷情報をタイムリーに発信してますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた。